帰れなくなるじゃないかという歌を一曲歌わせていただこうかな。まだね、僕がなんていうんですか、こういう卑猥な歌を歌っていることは親に内緒なんですよ、本当にもうね。誰からも認めてもらえないんだよ母さん。悔しいけどあなたの息子はね、無能です。今すぐ逃げ出したいんだよ母さん。本音だけどあなたの息子をね、必要としてくれる人も場所も東京には一つもありません。職場の独身女性と合コンとかセッティングしなくてもいいから。ちょっと持っただけの雑誌をさ、23冊も注文しなくていいから。その雑誌を持って親族全員に配って回るのやめてくれよ。帰れなくなるじゃないか、帰れなくなるじゃないか、帰れなくなるじゃないか、帰れなくなるじゃないか。何にもする気が起きないんだよ母さん。隠してるけどあなたの息子はね、自殺を考えてただ死にきれなかっただけの臆病者なんです。せっかく無視してんだからさ、何度も何度も電話してこないでくれよ。金がないからってもらったお金でお酒を飲んでしまいました。お盆には帰ってくるでしょうって、来年じゃないか、いつも言ってるだろう、俺はまだ帰らないってって言っちゃった。だから帰れなくなるじゃないか、帰れなくなるじゃないか、帰れなくなるじゃないか。してるか、あとあなたにそう言われると反射的に大丈夫だと言いたくなってしまうみたい。母さん、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 母さん。本音だけどあなたの息子はね、あなたが思っているほどには強くも優しくもあれません。強くも
松尾陽一郎でした。ありがとうございました。何の夜のお付き合いありがとうございます。この後もどんどん続きをやらせていただきます。この企画、僕も楽しませていただこうかと思っております。よろしくお願いいたします。これからも松尾陽一郎、井の頭チコンナというバンドで、歌を歌わせていただいております。さあ、いつまでその手拍子とこの幕が持つかどうか、どうか、いい。